どうもどうもどうも、はい、尾道ラーメンを頼んでみました。尾道ラーメン実食、しかもね、ここの器がすごいですね。これ木、じゃあ実食していきたいと思います。尾道ラーメン、眉、眉ですね、完全に醤油味ですけど、この油がちょっと柔らかな感じで、これうまい。ローズマインド、これはなんだろうな、あのラーメンじゃないですね、なんかそばみたいです。そばみたいな麺、うん、そば、麺が変わってますね、これうまい。まあ結論あっさりな感じですね。あっさりで、しかも麺もラーメンじゃないんですよ、これなんかそばみたい。うん、尾道ラーメンはラーメンじゃないな、これそばですね。そば風ラーメンです。うん、だから疲れた時にそば食う、そば、立ち食いそばじゃないですか、立ち食いそばを食うよりかはちょっとラーメン食いたいなっていう人にはおすすめです。立ち食いそばとラーメンのこの中間、中間です、そばとラーメンの中間。うん、だからハイブリッドの感じですね。ハイブリッドラーメンだな、ハイブリッドラーメン、そばとラーメンのハイブリッドラーメンですね、これ。うん。地球に優しい感じで。うん。うん。うまい。うん。尾道ラーメンは地球に優しいハイブリッドラーメンということに決定しました。以上です。